言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ナンバーアイのあのアルバムナンバーワンですね、ストリーミングでも聴けるもんですから、それをあの朝起きて聞いたので、それの感想を述べたいかなって思っています。結論としてね、まぁ、ちょっと自分としても落ち込むことがあったんで癒されました。落ち込むことっていうのは、まあ皆さん、動画見てくださっている方知ってらっしゃるかもですが、ちょっと昨日風邪をひいてしまってですね、おとといの BMSG フェス、BE:FIRSTも出たあの BMSG のね、フェスがあって、それ非常に楽しんできまして、ただまあ帰ってきてみると、で、朝起きてみるとなんかちょっと様子がおかしいというのがあって、でまあ風邪ひいた状態で行ってしまって、自分の YouTube ではないあの通常の仕事の方に穴を開けるわけもいかず、それにまだちょっとねコロナやインフルなんかの可能性もあったから、泣く泣く行くのを昨日断念して、で今日はね落ち着いて葛根湯も飲んで、元医者にもらった薬が効いて、で葛根湯を今朝は飲んで落ち着いたんですけど、ただまあ病み上がりと言いますかね、ぶり返すわけにもいかないし、だから今日もリセール出したので、それで行けなくなっちゃってるんですけど、公式リセールでね、うん、まあでもね、ナンバーアイのアルバムナンバーワン聞いて、まあ、癒されたっていうのが正直なところですね。まあ、すごくそうなんですよ。まあもともとフェスに行く予定でしたが、非常にこう気分が現れました。いや良いですね、本当に3人が自信作って言っていただけあるなって思って、CD の通常版の方でね、あの平野翔くんのプロデュース楽曲ストリートライトの方、ストリートライツかな、こちらの方はまだ聴けてませんけれども、まあ、そちら CD の方に入るボーナストラックなんで、あのストリーミングで聴けるのはね、あの13曲入りで、まあ、稲妻、なんかヘブン、アイス、バイ24/7で、ジェリー、透明になりたい、ナンバーズ、レシピ、アイリーで、ゴーとブローユはカバー、ボンで、稲妻、ハイパーバンドバージョンという形の13曲ですね。で、私もね、いろいろ音楽は聴いてきた人間でして、で、その中で、ナンバーアイに関しては、まあ、最初のゴーとがやべえなと思って、そこから聴いたわけですけども、改めてやっぱりこの3人はすごくアイドルでもあるんだなっていう風に思いましたし、その上で曲自体が最近のそういうトレンドとかにも即していることをやっているし、懐かしい感じのするところもありつつだったりするし、私が好きなその海の香りがするチルい楽曲みたいな、そういうのもなんか感じたりしました。それについてはね、前回のミニアルバムバナナなんか入ってた、バナナなんかがそうだったっすけど、岸くんのボーカルが非常に良いやつでね、そんなのもありましたけど、まあ、今回その岸くんプロデュース楽曲もあるし、平野くん神宮寺くんのプロデュース楽曲もあるし、そういうところじゃないですか。で、稲妻が1曲目に入ってて、で10曲目にゴートで11、12、13っていう感じですけど、こう激しい楽曲である稲妻、これが1曲目、で13曲目はその稲妻のハイパーバンドバージョン、もう完全にこの稲妻って楽曲ありきでやっているっていうところがよくわかりますし、でまあ言ってみればこの稲妻っていう楽曲が非常にこうロックな楽曲、ミクスチャーロックな楽曲で、その流れで聴いていくと2曲目から6曲目まで非常にこう R&B チックであったりとか、その J-POP ではあるけどおしゃれな方の J-POP であり、カフェとかで流れて非常に良い感じのものですね。バーでもあるかもしれないけど、カフェとかが似合いそう。朝に聴いて非常にこう癒されたりなんかしましたし、あと楽曲に関して多分深掘りとかしてくださる YouTuber さんもいると思いますけど、私はそのアルバム全体の流れで語りたいかなって気がします。やっぱりこうね、最近の人たちは単曲で一曲一曲聴いたりっていうパターンも
多いと思うんですけど、自分はまあ古い人間なもんで、と言いますか CD 全盛期の時代とかに青春を送ってた人間なんで、やっぱりこう CD アルバムはそのアルバムの中でのこの順番で聴くっていう意味があると思っていて、それは例えばそのコンセプトアルバムみたいなそういうのも多かったわけですけども、まあそういうのでなくてもやっぱり意味があってこの順番っていうのがあるわけで、そういった意味合いで言うとこれも非常にこうアルバムのその流れで聞くとまた一つのストーリーになってるような気がいたしましたね。その中でそのチルい感じというか、なんていうのかな、海を感じる、ゆったりリラックスできる、癒されるみたいな、そういうことで言いましたが、まあ自分が癒されたのは2曲目からその9曲目の流れの、まあ、今回アルバムで初めて聴いた楽曲っていうところがやはり全体的にそういうあのチルい感じで、でアイリーズの皆さんもいろんな思いを抱えて推し活をしていると思いますから、そんな中で稲妻とかね、あのボンとかゴートなんかがあのなんていうか非常に激しくてね、まあ、ラップを基調とした、しかもかなりアグレッシブにラップを3人もしている楽曲でもあるけど、まあ、ボンはまたねあの日本っていうところを出してるからまた違ってくるところもあるけど、ゴートと稲妻なんかは特にそうですね。でハイパーバンドバージョンなんか特にそうだったりするけど、本当にミクスチャーロックでしたし、かっこよかったですね。ね、まあそういう形で、でまあ稲妻から始まってなんですけど、なんかちょっと思ったのが、稲妻っていうとその雷ですからやっぱり雨が降ったりもその後するわけで、それでちょっと癒されたりとか空気感がこうスッとね涼しくなったりっていうパターンも考えているような気がしていて、うん、あのあれなんですよね、ちょっと思ったのが、前回のアルバム、ミニアルバム夢の続きをでしたっけね、あのほらまた雨っていうのがあって、その雨っていうのが、まあ、雨は癒してくれたりもするし、まあ、もしかしたらいろんな悲しい思いをしてきた、あるいは不安とかを思ってきたその何倍の3人およびアイリーズの皆さんがその涙を流してるのを雨っていう風に言って、で逆にその涙をねこう雨で洗い流してくれるっていう意味合いとか、そういうところもあったかなって思ったんですけど、なんか稲妻っていう楽曲によって、それで雨によって癒されたその流れで、なんかヘブンっていうところに繋がってきたような気がしてます。なんかヘブンっていうのがいいんですよね、あのヘブンではなくて、まあ、岸くんのプロデュース楽曲でもあり、なんかってつけてんのも岸くんっぽいなっていうところもあるんですけど、ヘブンではなくなんかヘブンなんですよね、なんか天国みたいだみたいなところなのかなって気がしておりまして、仏教の中でね、前六道輪廻とかの話をね、いきなり変な話をしてすいませんが、そういう話をしましたけど、まあ、あの六道輪廻の中で最上級が天国、天界と呼ばれる場所で、でもその私たち人間はその人間界に住んでいますけれども、その階層で言うとその六道輪廻の5階層目かな、その5階層目で、6階層目が天界っていうところになって、で私たち人界の人間はそこから下の1から4のところに行って争い事とかをしたりとか嫉妬したりとか、あの憤りをしたりとか、そういうのもあるんだけど、まあ基本的にそのね、まあ、5と6の部分、人間界と天界っていうところはすごくね、あの柔らかいそういう意識で入れると、まあ仏教的な話するとその上7から10まであるんだけど、そこはちょっと別の話になっちゃうんで、あのでまあなんかヘブンっていうのは、あの私たちがちょっと感じているのがちょっとなんか天国みたいだねっていうようなところなのかなって気がして、だからそういう感じのあのマインドを持つっていうところを大事にして、でもずっとヘブンってわけじゃないから、なんかヘブンじゃねえみたいな、なんかいいんじゃないみたいな、そういう感じのところなのかなって気もするんで、ここに繋がってくるの非常にいいなと思っています。でその後アイスっていう楽曲で、これはですね、あの神宮寺くんが稲妻を作って、なんかヘブンとアイスは岸くんのプロデュース楽曲ということみたいで、アイスでその後あのバイ247
でここはあの金さんプロデュースで神宮塾のソロ楽曲っていうことになりますけど、でそのジェリー透明になりたいっていうところに続くわけですね。でここの中で要するにまあジェリーっていうのはまああれかな、ゼリーとかそっちかもしれないけど、なんか自分はそのジェリーでジェリーフィッシュ的な、そのクラゲですけどね、ジェリーフィッシュはこうクラゲっていうのはクラゲを見て癒されるっていう、そのセラピー効果っていうのはもう実証されてますけども、まあなんかそういう風なところで癒しっていうところもあるし、うん、まあそうですね、まあ歌詞とかもっといろいろ見てみるとさらにいろいろと思うところもあると思うんですけど、で透明になりたいは、まあ、バウンディープロデュースっていうところもあり、これはだからバウンディが作った楽曲でもあるけど、またちょっとここが2曲目から5曲目までで癒された上で、6も癒しではあるんだけど、昔のバンドのそのレディオヘッドってバンドがいて、まあ今もやってますけど、そのアルバムを最初聞いた時に私もなんだこれって思った記憶があって、日本だとなかなか流行りませんでしたがね、うん、でも私もその時なんだこれって思ったんですけど、なんだこれって思った後なんかよくわかんないからいい絵になっちゃったんですよ。私も若かったもんでね。でもただ未だにそのレディオヘッドのその楽曲をね、クリープって楽曲を思い出したりとかして、うん、しまうぐらいにインパクトのある楽曲だったんですけど、その感じを思い出しまして、だからこれ本当にそういう風になんかの時に思い出したりする楽曲になるんじゃないかなっていう気がしますし、透明になりたいっていうのがまた面白い言葉だなって思ってもいますし、なんかねその透明っていう意味合いもいろんな言葉があると思いますけど、歌詞とかもねいろいろ紐解いていくとさらにいろいろとあると思うんですけど、ただその私も含め皆さんも含めてなんかこう気持ち的に透明になりたいっていうこともあるし、なんていうかやっぱり怒ったり悲しんだりすることもこの世界生きてると多いですからね、そういう時に透明になりたいっていう風に心の部分で思ったりもする、あるいは本当に透明人間とかになってそういう風になりたいっていうところもあるし、でもそういうところではなくてその本当に透明な感じで暮らしていきたいっていうところに通じるかもしれず、それがそのなんかヘブンのそのちょっと天国っぽいなっていうところにつながってくるっていうか、なんか人としてのなんでしょうね、ステージを上げていくようなそういう意味合いに私は見えましてね、そこが非常に面白かったなって思います。で7曲目ナンバーズ、ナンバーズは結構これも最後の方特にかなりソリッドにね、平野くんが中心に特にすごいラップをかましてて、おこれは来たぞと思ったりなんかして、ここで一旦ちょっとね透明になった次にこう一気にカラーを表して、ここで勢いをまたつけてきましたねっていうところでございました。でこれも非常に面白くて、これもなんか非常に何回も聴きたくなるなっていう、でここでだから1曲目でガンとぶっ飛ばしてぶっ飛ばすっていうのはサウンド的にね、で2から6までで結構チルい感じして、7曲目で少し1回スピードをつけてっていうところのこの緩急ですかね、緩急の付け方っていうところでまたアルバムの順番で聴くっていうところの意味合いがあったりします。もちろん単曲で聴くっていうのもねいいですし、そういう風にしていく人たちもたくさんいると思うんですけども、で8曲目がレシピ、岸くんのプロデュース楽曲で、岸優太くんソロ楽曲でもあると、これがまた非常にこう岸くんらしいというかチルい感じで、まあいろいろありましたが、なんだったら一番チルいんじゃないかなって思ったりもしましたけど、ここに岸くんの楽曲が来るのもまた良いですね。でアイリーですね、アイリーはでも I love you にも読めるわけですから、これはだからアイリーズの皆さんへのそのまあ I love you っていう言葉でもあるわけだし、ナンバーアイプロデュース楽曲、この I love you で読めるアイリーが要するにそのナンバーアイ、つまり3人のプロデュース楽曲っていう形になっているのもまたいいなと思いましたね。うん、だからこれは皆さんへのメッセージでもあるし、まあ、とにかくアイリーズへのメッセージっていうところもあるわけですよね。で10曲目から13曲目 Go to Blow You a Cover ボン稲妻ハイパーバンドバージョン、 Go to Blow You a Cover ボンに関してはもうすでに出てる楽曲でもあるけど、一旦ここの9曲目のアイリーでアルバムとしての一つのシナリオは終わらせて、で、ゴートからさらに
続けていくっていうところでもあると思っておりますけれども、そうですね、だから10曲目がゴートっていうところになって、で11曲目ブローユアカバーで、このブローユアカバーは結構チルい感じの楽曲で、流れとしては例えば8曲目9曲目とかレシピの次とかにブローユアカバーだったりすると、またその連続性としてチルい感じで続けられるっていうところがあると思うんですけど、まあこれは素人の感覚ですけど、ブローユアカバーをあえてその激しいゴートの次にまあ入れたっていうのもね、これはもともとあった楽曲だからっていうところもあるし、それが一番の理由だと思いますけど、その後のボン稲妻ハイパーバンドバージョンにつなげるためのワンクッションを置いて、この助走をつけるためのところなのかなっていう気がして、一回脱力させてからボン稲妻ハイパーバンドバージョンへのつなげていくっていうところの、そこの意味合いがあるのかなっていう気がしましたね。でボンがやはりここで出てきて、13曲目稲妻ハイパーバンドバージョン、まあ、稲妻がこのアルバムナンバーワンの、まあ、メインのものではありますから、そこにつなげる前のボンがね、やはりこう日本を非常に表した楽曲でもあるし、俺らはその日本人であり、その日本を J-POP を世界にっていう、そういう立場だっていうところの意味合いで、そこを再確認、一番最後に再確認したっていうところがあるのかなって気がする。でその上で一番激しい稲妻ハイパーバンドバージョンにつなげていくと、ここの流れっていうのが非常に美しかったなっていう気がいたします。はい、やはり一番最後ね、1曲目と13曲目稲妻であるからして、なんか激しい感じで終わる感じなんですが、全体的にはそのチルい楽曲が多く、でその上でそのバウンディプロデュースの昔のロックみたいなところの部分が多めのやつもありつつ、ナンバーズのようにがっつりとラップをぶちかますやつもありつつ、本当にそういうところでいろいろな要素があるアルバムだなというふうにも思いました。ストリートライツの方もね、聞けたらそれも語れればと思いますし、おそらくその1曲ずついろいろと語ってくれる YouTuber さんもいらっしゃるでしょう、おそらくね。はい、ということで、私はアルバムを聴いた感じで語らせていただきましたが、まあ言うて洋楽や K-POP 含めいろいろ聴いてきた人間ですので、その感じで参考にしていただければと思っております。はい、というわけでね、まあアルバムナンバーワンを通しで聴いてみた感想で、いろんな音楽を聴いてきた人間として率直に感想を述べさせていただきました。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。